こんにちは、こんばんは、おはようございます。ふくきーねな部屋へようこそ。これサードチャンネルであげようと思うんですけども、コロナ自粛明けの東京ですが、まあ人まばら、昨日までとそんな変わんない。ただ車の量が増えたかなっていう程度。あと木場公園とかはなんか全部張り紙があって、施設とか使えの6月30日ですから4になってますね。あといろんな施設を検索すると、コロナ自粛で休業してたあのスーパー銭湯とかはだいたいあさってくらい、今週末くらいから営業再開するって言ってます。で、思うのが、今回のコロナでオリンピックイヤーだったじゃないですか。だからオリンピックをしたいがためにしばらくコロナ日本に入ってきませんみたいな感じで、コロナの数も少なかったんだけど、でオリンピック中止になった途端にコロナがすごくなって、でまだそれも自粛くらいで緊急事態宣言じゃなかったんですけど、志村けんさんがお亡くなりになって、一挙にコロナ怖いってブームになって、でそれでもう自粛ムードが出勤しみたいな感じになってたんだけど、レナウ娘が経営破綻でしたっけ、でなんとか再生で宣言したことによって、日本の政府もなんか自粛続けてたら倒産する企業が増えちゃって大変だなって思ったらしくて、結局なんか先週のは最後まで待ってと思ったんだけど、十何人も出ちゃったから自粛開けられなくてね。で今開けたんだけど、神奈川と北海道は基準満たしてないのね。でもコロナ明けしちゃったという感じだよね。それはひとえにもうなんか企業が大変だったからじゃないのみたいな感じになってきますね。それで福知のがね、ニュース番組見て思ったんだけど、もうみんな中学とか高校がガッチャマンになってるのね。ガッチャマンわかる？こういう大阪のおばちゃんしかいなかったサンバイザーよ夏のサンバイザー、こうやって全部顔が全部隠れちゃうサンバイザー。それでさ、もうさ、それを使わないと学校行っちゃいけないって言って全員それやっててさ、こうガッチャマンバイザーで先生と生徒の間にもアクリル板なんかみたいなのがあってさ、もうさ、それで育った世代とかさ、もし今後がずっとそういうのだったら嫌だなと思ったずらよ。うん、そんな感じですね。だから自粛明けても全然自粛ムード、特に東京でさえこれなんだから、ね、地方の方の閉鎖性が高いところなんかはもっと自粛ムードなんじゃないかなって思ったよ。以上です。ポチッとな。